な NHK 集金人が報告をしてください。 NHK 立体主義でございます。そして党内からは NHK をぶっ壊しておなじみの立花隆でございます。我々 NHK から君を守るのは NHK の構造を見ていなければ受信料を払う必要はないと、このような説明をさせていただいております。こういったお話をしていただくと多くの方が驚かれます。ありがとうございます。NHK の受信料って払わなければいけないんじゃないの、受信料を払うことが国民の義務なんじゃないのと、このように思われている方が非常に多いです。はっきり言います、それは間違った認識であります。 NHK の受信料というのは税金ではありません。ですから当然受信料を払うことは国民の義務ではありません。では NHK の賃料というのはそもそも何なのか。 NHK の賃料というのは公共料金です。公共料金というのは皆様が日頃生活するにあたりお支払いをしている電気、ガス、水道、電話、これだと同じ NHK の賃料というのは公共料金です。公共料金というのはサービスの受けたい方、利用したい方が納得をして契約しお金を払うものであります。ですから皆様が日頃生活するにあたりお支払いをしているこの電気、ガス、水道、電話、皆様は納得をして利用したくて契約してお金を払うというのと思います。ではこの電気、ガス、水道、電話と同じである公共料金の NHK の受信料はどうでしょうか。多くの方がなんとなく払っている見ていないけども、 NHK の公務員が家に来て受信料を払うことは国の義務だから、契約することは国の義務だから、このような間違った説明、嘘を説明を受けて契約しお金を払わされている方非常に多いんです。だから我々日頃 NHK から国を守るとはインターネット YouTube を使いまして NHK に関する正しい情報、正しい知識を身につけていただきまして、日頃情報を発表公開させていただいております。先日もテレビやインターネットのニュースなどで報道されています。ワンステグ機能付きの携帯電話を持っているだけで契約をしなければならない、契約の義務である、このような最高裁の判断がありました。ちなみにありますが、このワンステグ裁判の原告は私、埼玉県新市議会議員の大橋正則でございます。私が NHK に対してワンステグ機能付きの携帯電話、スマートフォンでは契約する必要ないでしょ、 NHK と放送中契約する必要がないでしょと NHK に対して訴えた裁判であります。しかしこれ残念ながら司法の判断はワンステグ機能付きの携帯電話、スマートフォンを持っていたら契約しなければならない、このような判断が出ました。多くの方がこの最高裁の判断おかしいって皆さんとおっしゃいます。その通りですよ、おかしいですよ、なんて見ていないのに携帯電話を持っているだけで NHK と放送地域契約を結ばなければならないんですから、おかしいんです。この司法の判断どう考えてもおかしいんです。しかしこれが司法の限界なんです。裁判所というのは現状の法律をもとに裁判の判決判断を下します。つまり放送法に欠陥があるんです。放送法64条には教会の放送を見る目的であるならば、新規を設置したならば NHK と放送地域契約をしなければならない、このような義務規定がされております。この放送法64条を日頃 NHK はこの放送法を盾にして皆様に受信契約をするよう、受信料を払うよう迫っています。日頃 NHK は携帯電話を持っていたら、お家にテレビがあったら、ワンセグ機能付きの携帯電話、スマートフォン、そして車にカーナビがあったら NHK の放送を見ていなくても受信料を払えって、こんなこと言ってるんです。おかしいでしょ。同じ有料放送であるワウワウさんやスタッパーさんが NHK と同じこと言ったこと、皆さんどう思いますか。テレビがあるだけでワウワウ契約して、スタバー契約してお金を払いなんて言われたら冗談じゃないよ。なんで見ていないもの、利用したくないと思っているものにお金を払わなきゃならないんだって、これ
当たり前の感覚ですよ。しかしこの当たり前の感覚が通用しないのが NHK なんです。先ほども言った通り、 NHK という組織はテレビがあるだけで、携帯電話を持っているだけ、車にカーナビゲーションがあるだけで契約してお金を払えって言ってるんです。そしてそれを理由付けているのが放送法です。誰もが納得するような受信料制度、放送法に我々は変えるべきだと言ってるんです。前日判断が出たこのワンセグ携帯だって利用したい方にだけワンセグテレビを電話すればいいんですよ。用途を持ってない人にまでなんで電波を勝手に送りつけるんですか。このワンセグ機能付きの携帯電話だって携帯電話でテレビを見てきたらもう1時間本来長くても1時間半ぐらいでもうバッテリーなくなっちゃいますよ。使い物にならなくなってしまいますよ。携帯電話を買われる方、スマートフォンを買われる方というのは電話をするため、インターネットをするため、 SNS であったりだとか、まあ、中にはゲームをされる方もいらっしゃるんでしょう。そういった使い方をする方が大多数で、スマートフォンを購入する理由にワンセグを見るため、フルセグを見るために購入することなんて前にないですよ。もう勝手な機能をつけられて、そしてたまたまついてた機能に NHK はかこつけて受信料払え、契約しろ、このようなむちゃくちゃなことを言っているんです。我々 NHK から国を守る党は、スクランブル放送の義務化、見ている人にだけ電波サービスを提供して、お金を払ってない人、契約をしていない人にはサービスを止める、番組を見せない、そういった合法的に法律で規制をかけるべきだと我々は考えております。今年の7月に参議院選挙が行われます。 NHK から国を守る党はこの参議院選挙にチャレンジさせていただきたいというふうに思っております。そしてその参議院選挙にチャレンジするためには、来月4月に行われる統一地方選挙で NHK から国を守る党は43名の立候補予定者を立てる予定であります。そして4月に行われる統一地方選挙の前哨戦が今回の台東区議会議員選挙というふうに位置づけております。前哨戦と位置づけております。 NHK から国を守る党は掛川明成が立候補させていただいております。今回の台東区議会議員選挙では41名の候補者がいる中で、 NHK 問題を訴えている唯一の候補者、 NHK と戦うことができる唯一の候補者、 NHK に対して物申すことができる唯一の候補者、それが NHK から国を守る党公認の掛川明成でございます。誰がどう考えても今の受信料制度は不公平、不平等です。真面目にちゃんと受信料を払っている方がバカを見るような受信料制度、もういい加減変えなきゃいけませんよ。残念ながら今の国会に先生と政府も同様です。真面目にちゃんと受信料を払っている方がバカを見るような、こんな受信料制度、抜本的な法改正できないんです。政府や与党ができないこと、 NHK 問題に着手することができるのは NHK から国民を守るとただの我々のみだと、そのように自負しております。今回の台東区議会議員選挙で NHK 問題を訴えている唯一の候補者です。41名の候補者がいる中で NHK と戦うことができる唯一の候補者、 NHK から被害に遭われている方の気持ちが分かる唯一の候補者でございます。 NHK から国民を守ると掛川明成でございます。多くの方、今の受信料制度はおかしい、真面目にちゃんと受信料を払ってらっしゃる方が一方で、ただで NHK の放送を見ている人もいる、こんな不公平不平等な受信料制度おかしいんですよ。スクランブル放送をかければ誰もが納得するんです。
クランブル放送をかければ先日出たワンセグ機能付の携帯電話で NHK と放送地域契約をする義務がある。こんなのスクランブル放送をかければ一発で解消ですよ。なんでやらないんですか。今の国会議員はなんで国民の声を聞かないんですか。国民の声に聞けば誰もが今の NHK の放送を見たいと思ってない、そんな見ていないものにお金を払いたくない、誰もが言いますよ。特に今の若い方なんてテレビ見ませんよ。なんでそんなものにお金を払わなきゃならないんだ。お金を払ってなかったら、契約しなかったら、悪質な NHK 周知人が皆様のお宅に訪問して、契約しなければ帰らない、お金を払わなければ帰らない、ギターのチャイムを連打する、外で大声をはじゃげる、玄関の扉を叩くとか、こんなことをしてくるんです。これこういった個別訪問を黙認にしているのがそもそも NHK なんですよ。そしてこういった悪質な NHK 周期の個別訪問にも規制をかけない、今の国会議員も問題あります、今の法律も問題あるんです。我々 NHK から国を守るとは、そういった NHK から被害に遭われている方をお守りする、お助けする、お守りする、そういった思いで今回滝川明成は内藤区議会議員選挙で実行させていただいております。今現在 NHK から国を守るとの現職議員は12名おります。そしてどうにか皆様のお力を添えいただきまして、これは候補のご縁とお祈りしております。共に頑張ってまいりましょう。どうか皆様のお力添えいただきまして、 NHK から金の門と13人目の現職議員誕生させていただきたいんです。明日日曜日、台東区議会議員選挙投票日でございます。どうか投票用紙には滝川明成、滝川明成と記載していただきまして、正義の一票、熱き一票、強き一票を投じていただきたいと思います。 NHK から国を守ると滝川明成でございます。どうか期待していただきたい、託していただきたいと思います。明日台東区議会議員選挙投票日、投票用紙にはどうぞ滝川明成、滝川明成と記載していただきますよう、重ねてどうぞよろしくお願い申し上げます。